サッカー英語室チャンネルへようこそ。このチャンネルは自身も選手として活躍し、現在では指導者として活躍している名古屋 FC の監督宇崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。ということでですね、今回の、はい、ゲストなんですけれども、鹿児島の伝統校ですね、鹿児島実業高校でサッカー部の監督をしていらっしゃいます森下和也さん、お招きしております。お願いします。あ、めっちゃ久しぶりだな。いやそうですね、そんな感じはしないですけど。ついこの間あったばっかり。今日はテーマ、ちょっとテーマを先に言ってよ。はい、じゃあまず今回の動画のテーマなんですけれども、鹿児島実業の強さの秘訣、監督に聞いてみたという。おー、基本的にすごいテーマだぞ。いきなりぶっ込まれましたね。おー、まあ確かに鹿児島実業高校監督森下君まだ若いんで。ああ、そうなんですか。はい、そうです。一応当年とって 37 です。7、はい。だから伝統校のこう、僕は強さの秘訣っていうよりは、前もちょっと聞きたいなと思ったんだけど、伝統校の監督をこう引き継いだプレッシャーと、強くしていかなくちゃいけないプレッシャーってこう一緒のような感覚なんだけど、その辺のイメージどう？まあすごい難しいですよね。本当ゼロから作る方がどれだけ楽かというのはもう本当思いますね、やっぱり。なるほど。もう自分の好き勝手っていうか、もうこういうふうにで、こういうふうにしていって、こういうふうな感じでっていうふうにしてやっていった方の苦労はあると思うんですけど、うん、でもなんかそっちの方がもう1万倍ぐらい楽じゃないかなと思う。僕は分かるよ。尾崎さんはご存知のように名古屋 FC もそうだし、はい、名古屋産業大学もそうだけど、ほぼゼロから作ってやってきて、それは今森下君より苦労もあるけど、やっぱり鹿児島実業高校の強さの秘訣って言ってさ、もう強さの秘訣は伝統のがベースにあるっていうことがやっぱベースにあるじゃんね。でその伝統を引き継いだ森下君、でも意外と痩せんな、苦労しとる割には。そっちの方に恵まれてないっていうだけですね。な、だけども、やっぱり伝統校、いわゆる九州の U っていうね、今は最近は上村だの、女性だのって言って、ね、新進のチームもこう、打倒果実みたいに、ね、来てるから、苦しいと思うんだけども、やっぱ松田先生のね、その作り上げた伝統とか歴史とかって、めっちゃくちゃ重たくない？大きくて。大きいですね。重たいですね。本当に。だよね。そこの辺どうだ？何年監督になって、7年？いや、監督になって今ちょうど10年、11年ですか？あ、10年。そんなになるんだ。そうか、そうか。20代の時から、うん。そうなんですよ。ある意味、こう、やらされちゃったみたいなところから始まったもんな。はい。まあ、いや、まあそうですね。はい、そうやん、そうやん。はい、だけども、まあ責任ある仕事でさ、その鹿児島県九州を引っ張ってることも間違いないんだけども、その強さ、まあそれを強さというのか、その辺の具体的に強さの秘訣っていう本当のテーマに言ったら、そこはどこにある？サッカーの部分っていうよりも、まあその前にやっぱりうちの学校ですよね、やっぱり。あのサッカー部分の前にやはり、うちの恩師松沢も、実は、県内のライバル校の出身なんです。鹿児島商業高校っていうところ。あ、そうなんだ。昔二強だったんです。鹿児島商業と鹿児島実業って長い、ずっと二強の時代があったんですけど、鹿児島実業の監督の松沢は、実は鹿児島商業出身なんですね。あ、そうなんだ。で、やっぱりその勝つためには、やっぱりこの鹿児島実業高校のやっぱりこう校風というか校則というか、やっぱりこういった人間を磨くってことが非常に重要だっていうところで、やっぱりそこに重きを置いて、なので僕の数々の先輩の方々でやっぱ知ってますけど、やっぱりメンバーに入らなかったとか、やっぱり悔しい思いをしたって方々はやっぱり社会に出てたくさん起業家になられてるんですよね。なるほどね。だからやっぱりその方々は言うのは、やっぱあんだけきつい練習をしながらも学校もさらにきついと、もう一日中正座とか当たり前だったみたいですからね。なるほどね、わかる。だからそういったことを、まずそこのところがすごく、まあ、大前提にやっぱりこう人間教育っていうところが一番こううちの強さの秘訣の部分になってきてたんじゃないかなとは思いますね。
そうだよな、そうじゃないと森下尾崎のラインもこんだけ年が離れとってもさ、大体フェイスが合うっていうのはそこだよな。はい、そうですね。まあ尾崎さんはまあそういうところはすごい厳しい方なのでいや、最近はあの優しいおじいちゃんになっちゃって。そうですか。そう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 、じいじいじいじって言われるとどうもこう頬が緩むんだけどさ。孫ですか。孫だけどさ、結局はその甲府、やっぱ鹿児島実業高校ったらやっぱ厳しいってイメージがあってさ、その今の時代ってちょっとそういうね、厳しいとか苦しいとかっていうことがあまりこうクローズアップされない時代になってきてるけれども、僕はいつも昨日もたまたまある高校の監督が名古屋に来られて、明日森下君とちょっと話するんだよって言ったら、やっぱ同じように鹿児島実業高校のイメージは今のような話で、15分ぐらい話が結構盛り上がったから、で結局最終的には人間教育のところですよねって言って、みんなそういう風になってきて、それがベースにあるからこそこう二部付けができるっていう考え方な、まあ、やっぱ松澤先生、僕らからすると松澤先生なんていうのはまあ、雲の上の方でね、まあ、お亡くなりになっちゃったけれども、陰ながらこう勉強させてもらってきたような方たちだったんですね。それをこうちゃんと引き継いで、あれがベースにあるって、はい、懐かしい話はすると、ある某和倉フェスティバルで、はいね、そのバスの横で森下君がなんか一生懸命叱ってた光景を声かけるのまずいなーって2年ぐらい前だったかな。多分自分は覚えてないかもしんないけど、なんかやらかしたかなんかで選手がバスの横で、まあ正座はしてないけども結構座って叱咤激励を監督から受け取った光景をなんかクソ熱いのが汗だらだらかけながら見てたような気がするけどさ、最近あんなあんまり見ないしな。いやだけどやっぱりそこにやっぱ子供たちがベースにしていくエキスが結局強さの秘訣の元だよな、元、サッカーはまたいろんな形で形というか考え方も変えていくんで、まあ強さの秘訣、ね、鹿児島実業高校の正門に行く坂道がある、結構今も走ってんだっけ。走ってますよ、はい、はい、ね、まあ本当に校長先生が作ったのか誰が作ったのか知らんけど、ランスリーにはちょうどいい角度だっただもんな、あれで今グランドも素晴らしいグランドも出来上がったんで。そうなんですね。桜島を見ながらね。はい、そうですね、はい、僕はこのグランド行くと桜島がこう煙入ってどっちの風向きかとかっていろいろね、はい、のんびりさせてもらっとるけども、最近この新人戦っては結局やれたんだっけ。新人戦はやりました。やったんだっけ。でこれでインターハイがなくなって、まあ、大体こう大会があるとかないとかっつって、まあ、各県でやってるけれども、はい、今度はやっぱり選手権とリーグ戦か。でもリーグ戦も結局昇降格ないなしですから、はい、非常に難しいと思うけども、選手権に向けてチーム作りとしてはどう。そうですね、まあいろいろコーチの配置陣とかも配置とかもあって、あこの高校3年生の子たちは1年から一応僕が1年生指導みたいな形で携わってるんですよ。おー、なるほどね。だから、まあ、それを試行錯誤してやってきた子たちなので、うん、まあ、ある程度バランスも取れてはいいんですけど、やっぱりやっぱこのコロナっていうところで、まあ、みんなスポーツ界こんな激震な状況なので、うん、まあ、なんとか大会だけはしてあげたいなっていう、うんうん、その思いはありますね。はい。なるほどね。やっぱ今回のコロナは、まあ、63歳の尾崎もね、37歳の森下も経験したことがないようなさ、その、ね、サッカーのできないオフっていうわけじゃないし、そうですよね。ね、やりたくてもできない、授業受けたくても学校の授業も受けれないね、うん、勉強好きじゃないけども、まあ、こんなに長いこと休みだったらおかしくなっちゃうんじゃないのぐらいのね。いや、本当そうです。だから僕はもう今回角度を変えてね、その選手たちに言ってるのは、やっぱこれをどうやってリバウンドが来るかってちゃんと受け止めなさいって話をしてるわけ、はい、うん、まあそうするとトーンダウンするやつもいればさ、逆に爆発的なエネルギーを出すやつもいるかもしれないからさ、はい、まあここはね、指導者のね見せどころだと思うよ、うん、コントロールの仕方によってはガンと強くなるかもしれないしね、はい、まあ、ぜひ大会だけやらさせてあげたいな。そうですね、うん、
まあそういうことを考えて人数的にもいい具合か、今果実は。果実は今3学年で120人ですね。120って40×3 ぐらいだから、まあまあまあめっちゃ多くもなく、そうですね、多い方でもあるかもしれないけども、なんとか競争をしっかりさせていく上においてはちょうどいいぐらいの感じかもしれないね。そうですね、はい。じゃあサッカーのさ、強さの秘訣ってさっき言ったベースのメンタル的なこととか伝統的なこととか学校のことがあったけれども、はい、じゃあ学校のさっきのさ伝統的なことって厳しいって言って、はい、こう具体的にやっぱ学校の校則が厳しいの？はい、厳しいです。そうだよな、髪型からなんから全部決まってる。そうだよね、今時では珍しい校則で、校則がやっぱりしてるな。珍しいのすごいと思います、本当に。だよな、うん、でもそこでも鹿児島実業高校だったら伝統校でもあるし、一般の生徒にも人気が高いじゃない。でもこれは日本の文化からいくと、そういうのをまだまだあの社会が求めとるっていうこと。そうですね、はい。そうでしょ、基本的には僕らはそうじゃん。その同じような考え方だから、人間教育っていうことは、そのサッカー部からそのまま就職するやつもいるわけで、高卒でね、はいはい、その時にやっぱりちゃんとした社会性っていうかに繋がっていけれるようにっていうのは、もともと尾崎もそうだし森下もそうだしさ、そこで厳しいっていうところがベースにあるから、こういう風になってきてる。そうですね。サッカーどうよ、もう最近のサッカーのこう考え方とか。まあ、ここもだからあの受け継いだところの、まあ、難しさというかという話だと思うんですけど、うん、やっぱりその今ライセンス制度もこんだけ充実したりとか、うん、まあ、やっぱり高校生中学生とかにしても YouTube で今僕らの頃じゃあもうやっと BS とかで海外のプレーとか見れるかどうかっていうところで、今もう YouTube なんぼでも見れるし、やっぱイメージもあるし、でもやっぱりそのイメージが先行してる部分もあって、努力よりも理想のサッカー、まあ、例えば鹿児島でもそうなんですけど、まあ、鹿児島やっぱり尾崎さん知ってますけど、やっぱり日本で唯一のこの全ての大会1週間決戦という、あ、そうね、このこれなんかもまあ皆さん知らないじゃないですか。やっぱり なんで鹿児島のサッカーがそれだけなんていうのかな、もう激しいのかって言ったら、もう1週間で結果出さなきゃいけないっていう今でもやっぱ日本で唯一ですからね、聞いたら。やっぱりそうね、ここの中でやっぱり勝たないといけないサッカーもしつつ、育成もしていかなきゃいけないっていうのはあるので、まあ、その、なんていうんですかね、人心掌握術から、コンディショニングからフィジカルから、やっぱり戦術からっていう、やっぱりいろんなことの要素が、だから他県のように1週間をなんとか勝ったぞと、でもまあ、あと1週間あるから、ここでやっぱりしっかり調整して、もう一度チームを締め直そうとか、そういうことがやっぱり羨ましく思いますよね、やっぱり。そりゃそうだ。だって世の中はさ、トーナメントからさ、ノックダウン方式からリーグ戦の文化になってきて、だけども、鹿児島はノックダウンもそれも1週間で決めるって、これはね、僕が最初聞いた時はそれびっくりしたよ。画面でびっくりこいたって言うんだけど、本当そういう状態だもんね。でもね、昔から僕は思ってるんだけど、ノックダウン方式に強い監督さんっている。それはやっぱり人心掌握術が、さっきの言葉に出てきたように、長けてる人っていうのは、やっぱノックダウンに強いね。ノックアウト方式、うんうん、やっぱりリーグ戦っていうのはやっぱりいろんなバランスも考えてやんなくちゃいけないけども、うん、一発勝負っていうのは乗せたら、はい、乗っていく可能性もあるっていうところがあって、で僕なんかその名古屋市のこう創世期のもう時はもうトーナメントしかなかった。だから毎回演出をしっかりして、相手に対しての試合の前にはどういう言葉でどういう話をするかっていうのはもうメモってたからね。いわゆる台本もあるような感じ、うん、はい、うん、だからそういうような考え方でいくと、リーグ戦でそのこといちいちやってたら、うん、まあ、もちろんそれだとサッカーの質云々っていうよりも勝負っていうところについてフォーカスされてたっていう感じだから、まあ良し悪しではあるけれども、リーグ戦も今並行してやってるし、はい、1週間集中開催っていうそのノックダウン方式のやつもあるわけだから、うん、ね、そういう意味では指導者としてはさ、両方バランスよくやんなくちゃいけないから大変だと思うけどね、うん、いいんじゃない、まだまだ若いし、そういう経験勉強っていうのは、そうか、そうだな、1週間って言ったらチーム力も問われるもんね。
そうです。本当にそこの部分はすごく大きいと思います。ね。リーグ戦よりもきついもんな、要は。1週間でないわけだから。はい。まあそうすると120人という人数は、まあ決して多くもないし、その3年間でグググググって、その伸びてくるやつも必ずいるわけだよ。ね、ましてやああいういい環境になったし、また伝統校の復活っていうようなイメージが僕なんか随分してるんだけどな。はい、ありがとうございます。だって37ってことは俺のどちらに26年もあるよ。まあその頃もし生きとったら、おい無理したいってヨレヨレって言って、鹿児島愛知県まで迎えに来てくれっつって言いそうだな。行きますよ。まあだけどこの夏、もう暑いし、コロナに加えて熱中症もあるし、はい、ぜひ怪我ないように子供たちがしっかり やって、またでも今度行くよ、鹿児島。お待ちしてます。うん、まあ今日は伝統校の強さ、はい、って言っても結局尾崎と森下の考えはベースは一緒だったという。はい、再確認のお話になりましたけど、はい、とりあえずまあ今日は短いのか、ここまでということで、はい、また次回も、次回もまたやりますけど、はい、じゃあまた次回、はい、お楽しみと、ということで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、またね、どうも。